おっしゃ、それでは Not Another Needle Game ですね、続きをやっていきたいと思います。今回ステージ4からになりまして、61回から80回をね目指してやっていきます。まあすでにね結構難しくなってるんですけれども、いきなりねこの苦手な形だし、はい、まあやっていきましょう。そうは言ってももう60回だから後半戦ですもんね。難しくて当然で、ちょんちょんと、オッケー、いった。これはあ、スイッチじゃないな。なんだこれは、ドット調整ってことかな。だからこれでジャンプ入れないで右だけでってことだな。だからここもこんで右ボタンだけでいけると。でここはまあ普通に進めてって大事。じゃあ今のは当たるんだ、くそ。全然やってりゃいける。でこう、ここちょっと怖いけど、オッケー。で戻ってこいよと。死ぬなよ、オッケー、いった。でまた、えギリギリからこう、なるほどね。これもまた大きく飛ばないと、はい、うっそ、届かないんだ今ので。やばい、ここ届きそうで全然届かない。あ、一回そこに着地、はい、いや届いて、よし、はい、オッケー、いった。で、なあ、焦りすぎだよ。リフトとともに行かないといけない。はい。オッケー、なあ飛びすぎたでござる。死んでてこう言うのもなんだけど、もう66回でしょ？でも難易度、そんな高くはない。いけない？オッケー。え、これは足場の位置がよろしくない。ちょっと待ってよ。あ、なんだ、動いてくれるんだったら全然なんてことなく。でここ沼りそうだな。ここはいいけどこっちだな。え、うーわ、空中上下みたいなもんだもんな。はい、うーわ、マジか。お、いった、やっと。であとワープ入るだけ。やっといったよ。これはネズミ返しですね。でまずあいつに触れる、届かなかったけれども思いもよらぬところで沼ったな。おい急いで降りろと。ですぐ戻って、どっちにしてももう一回ネズミ返し。そう、そもそももともとこのネズミ返し得意ではないからな。やってりゃいける。オッケー、よし。でタス乗りも出てくんの、マジか。せっかく乗っても2段ジャンプできなきゃ。いった、あ、え、これダイレクトでいけないのかな。え、あっちで素直にドット調整しないとダメ？素直に、やっぱあれ、触りに行かないとダメそうだな。はい。んで、こ
いつに触って、こっから戻るんだけど壁に触っちゃダメなんだろうな。とりあえず戻ろう。はい、ここ怖い。行こう。オッケー。で、もうロッド調整すればどんな飛び出し方でも当たんないでいけんのかな。こんで戻って死んだら結構もったいない。いける？あ、行った。で、上下、しかも降りながらの上下で、またこっちも上下だよ。うーわ、やばい。ここですが、バカみたいに跳ね上がってる。超えたのにさ。はい、おっ、うわ、ちっちゃい針。そろそろ超えたい。オッケー。で、また右側にワープするから、スッと降りるだけでいける？これ。え、行ってみよう。行った。で、これはどこにワープするんでしょう。ワープじゃなくて針が早いんだ。なんだよ、降りちゃダメと。で、はい、一回こう。はい、で、ワープ出たね。はい、ワープ逃げんなよ。オッケー。これはちょっと沼る匂いがプンプンすんな。二段ジャンプ復活させてを繰り返していく。あ、意外といけそうですね。思ってたほど難しくはない。いった。で、75マップボンミスですね。落ち着いてやりゃできるよ。はい、で、タイミングよく、オッケー。で、あっちの右のリフト、よし。で、こいつに触れて一回ここ打ちますから、出るやつ。よし。え、あ、それブロックじゃない感じ。ブロックじゃなくてリフトだな。だからすり抜けちゃう。で、一回こうでしょう。こいつ触ったらこうで、右から回り込むしかない。はい、で、こいつは一段ジャンプで越えてこうで降りる。え、これ左の壁沿いでジャンプすればいけっかな。あ、いけますね。んで、下から回り込む。だから、こんで、こう。これ死にたくないな。おっしゃ、いった。で、あ、なるほど。ってことは他のやつもそんな感じであれば、一番やばいこっちを終わらしたいね。はい、で、さっきやったやつ、はい、出るとき注意。オッケー。で、斜め一回下降りよう。で、天井2連で、これでもうワープいけない？だ何をやってるのかね。じゃあこっち先やっちゃおう。はい、で、上をまず片付けて上下いくぞ。はい、で、ラスト、死にたくないよ。よし、これはどう、普通に言っていいのか、それともドット調整した上で。あ、行きましたね。ここも触っといた方がいい。で、降りるだけじゃダメですね。
て、あ、もう行った。これは一回その下のここで、まあ順番通りまた触っていけよと。これ下降りちゃうとダメだから上から行くしかない。はい、で斜め、はい、で一回その右側に、うーわ近づきすぎた。問題は上下、オッケー、で斜め、はい、よし、で最後右上のやつを触って、こんでワープ行くだけで大丈夫かな。このマップで終わりでしょ。おっしゃ、行った。でステージレース321だから思ったよりは死なないで行けましたね。でいよいよこんでステージ5だけど、今んところねシュタインズゲートと比べてもそんなに難しくはないから、どうなんだろう、なんか難しい耐久があるのか、ステージ5がいかれてんのかだな。オッケー、じゃあとりあえずねステージ4クリアすることができましたんで、今回この辺にして、次回ですねこの81回から100回を目指して、やっていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く早く行こう。あー、ちょ、オッケーな、もういいって。サブ、ヘイヘイ、サブヘイ、よし、やばい、うわ、あいつさえいなければ切り、やめて、うーマジでハハハハハ。